吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。以前アンビリーバブル2を開封しました。細かい泡が出るのですが、すぐ目詰まりするので、これに変えれそうなものを試したいと思います。美しいデザインです。ボガ型 CO2 ストーンはこちら、 AGW から発売されております。 CO2 ディフューザー S、 CO2 ディフューザー交換用プレート S。 まずは使用度スペックを語らせてください。ディフューザー S は直径 2.5cm、 長さ 25cm、 適合ガラスサイズ 6mm、 適合チューブ 6mm、 生産後中国で価格は2178円でした。特徴としてはステンレス製の丈夫で扱いやすいディフューザーです。特殊セラミックにより非常に細かい泡を発生させます。またプレートの取り外しをできるので楽に掃除が行うことができ、プレートが劣化した時には交換も容易に行えます。そして水槽に固定するクリップが付属しています。使用方法としては記載してなかったので後ほど説明書を見ています。最後に注意点としては、本品はアクアリウム用品です。目的がね、用途では使用しないでくださいとのこと。交換用プレート S は対象 CO2 ディフューザー S、 数量以降生産国中国で価格は1012円でした。特徴としては CO2 ディフューザー S 専用の交換用プレートです。破損劣化した時の交換用は予備として持っておくのもおすすめです。注意点としては、本品は CO2 ディフューザー S 専用です。その他の製品には適用しませんので、あらかじめご了承くださいとのことです。それは製品の外観から見ていきたいと思います。 AGW アクアグローベーターウィンケル、 CO2 ディフューザー S 250mm ファイ25、メイドインチャイナ。こちらは AGW テクノロジージャパンから出ております。続きまして、 CO2 ディフューザー交換用プレート S ファイ25、あとは同じことが書いてます。こちらも AGW です。それでは開けていきたいと思います。めちゃくちゃ暑いので編集部屋に移動しました。ここは少しマシなので編集部屋で見ていきたいと思います。イデオ CO2 ディフューザー S、 CO2 ディフューザー交換用プレート S、 オープン。おー、ちゃんと袋に入ってるね。おー、まずは取扱説明書でございます。まず本体からプレートを外して水に浸します。次に本体自体も水に浸し、パイプ内の空気を抜きます。その後プレートを本体セットしてからチューブをつなぎ、クリップを使って好きな高さに設置します。最初のみ CO2 の圧を強めになし、泡が出始めたから調整を行ってください。最初は大きめの泡が出ることもありますが、 2,3 日で細かい泡へ変化します。プレート周りから CO2 漏れがある場合も、ゴムに水が浸透してステンレス周りに馴染むと横漏れも解決します。裏面には商品設置方法の QR コードが載ってます。インスタグラム用とホームページ用です。本体と手のひらを合わせるとこんな感じ。だいたい手と同じぐらいです。重さどうかな？あ、結構あるね。めちゃくちゃ重たいってことはないんですけど、重さはしっかりあります。ステンレスなので全体的に銀色。このように伸びていて、下の方に CO2 ストーンがあります。CO2 ストーンの部分は U 字です。わかりにくいんですけど、プレートの部分は AGW と金色でロゴが書いてます。裏面はないです。ここに水槽があったとしたら、こう引っ掛ける感じだね。で、ここも短いから扱いやすいですね。接続するところは一般的なチューブが通せるように穴が開いてます。こちらが CO2 ストーンの場所。これはどうやら取れんのかな？取り方が載ってないんですけど。回転します。ここをこう回転して、あ、こんな感じで取るんだ。なるほどね。これが交換プレート。あ、こうなってんだね。上から押したら取れるという感じだね。なるほどね。ストーンの周りに白い、これは何かな？シリコンみたいな柔らかいものが入ってます。これが交換用プレート S なんですけど、これもね、全く同じです。同じやつが入ってます。この白い枠のやつも入ってるのありがたいね。で、今回私が買ったのはこの S サイズなんですけど、M サイズもあります。ちょっと大きさがわからなかったんで、今回一番安いね、S サイズを買ってみました。M サイズはね、もうちょっと大きいです。こちらがプレートというか、CO2 ストーンが入ってるやつ。これもまたすごく光沢があって、いいですね。仮に交換する場合はこういう風に接続するんで、AGW って書いてあるロゴが上になるように、上から入れます。これ上から入れるだけだね。こんな感じ。不器用な私でも苦戦しないです。あとはここから上から被せて入れる。これだけ。あ、すごく簡単だね。並べてみました。左側が AGW ディフューザー S、右側がタイムストープ CO2 U スモールでございます。こうしてみると大きさが全然違うね。U スモールはこれぐらいなんですけど、AGW は倍あります。そしてステンレスとプラスチックです。両方落としても壊れないんですけど、重さはね、U スモールの方がとても軽いです。ただ U スモールって透明で、苔とかが結構目立つんだよね。でもこれはステンだからさ、すぐこうスポンジで洗えば苔もすぐ取れるよね。あと U スモールはキスゴムがついてるんですけど、ステンレスはついてないです。さらに U スモールは上の部分にエアチューブを通すんですけど、 AGW は下から通します。そしてこれは空気中です。つまり U スモールの場合はエアチューブが水中に入るから、ここも苔掃除しないといけないんですよ。だけど AGW はね、空気中なので苔掃除のする必要がないという、ここも違いがあります。さらに CO2 の出る面積は AGW の方が2倍ぐらいあります。 S サイズなんですけど幅が広いです。もちろんね、小型水槽でも使えるサイズなんですけど、これはありがたいよね。見づらくて申し訳ないんですけど、右側が U ビッグです。 U ビッグと比べると若干小さいかな。
今上に乗せてみたんですけど、ユービックの方が 1.23 倍大きいです。CO2 ストーンの厚みは同じです。さらに拡大した様子です。こちらがユースモール。穴などは見えないので、とても細かいです。目視できないほどの小さな穴がたくさん開いてます。こちらが AGW です。ロゴが書いてない方を見てます。AGW はね、若干荒いかな。CO2 よりも荒いんで、でも逆にね、ちょっとこう、でかい穴が開いてる方が目詰まりが起きにくいかもしれません。この辺は使ってみないとわからないんですけど、穴の大きさは少し大きい。そして表面はザラザラしてます。こちらユービックです。これはまあエアストーン用なんですけど、エアストーン用もこんな感じでね、ちょっと大きい穴が見えます。CO2 用はこんな感じでとても細かい穴が開いてるんで、これがね、多分目詰まりが早くした原因じゃないかなと思います。はい、暑い現場に戻ってきました。60センチのオールガラス水槽の接続したんですけど、結構上の方になってます。ここかなり空いてるんで、やっぱりこれは小型水槽用だね。60センチで使う場合は M サイズの方がいいと思います。ただ安定感はめちゃくちゃいいです。もうこれ全然動かないです、ここ。もうガチャってね、しっかりくっつきます。そしてね、ちゃんとこうまっすぐつくんだよね。で、プレートがここにあって、ここちょっと高さ変えれるんですよ。あと、ここも動くしね、ここも。ここはね、簡単に高さ変えれるんですけど、プレートをここにくっつけて一番下にしたとしても、結構ここ開いちゃうんで、高さが高い水槽の場合は M の方がいいです。60センチも M の方がいいね。これは誤算だったんですけど、とりあえず水につけて、CO2 添加していきたいと思います。それでは検証していきたいと思います。まずプレートを水に浸します。だいたい5分ぐらい浸そうと思います。こちらの本体も水槽に沈めて、中の空気を抜きます。はい、設置しました。1秒1滴でどれぐらいかかるのか見ていきたいと思います。スイッチ、オン。ちょっとずつ出てきたかな？今ね、1分42秒です。ちょっとずつ出てきました。今開封したばっかりなんで、馴染んでないんですよね。多分馴染めばね、もうちょっと早く出ると思います。まだ全体から、あと今これね、横漏れしてる状態です。ゴムのね、ところから気泡が出てるんですけど、これ馴染めば、横漏れはなくなるって書いてあったんで。あ、出たね。出ました。2分18秒です。結構早いね。ただね、アンビリーバブル2も最初は早かったんですよ。で、だいたい2週間ぐらい使うとね、もう全然泡が出なくなってですね。だからまだわかんないですよね。欠点を言うと、ステンレスの柄の部分とガラス面のここの距離、ここね、ほとんどないです。隙間がないので、ここの水流が弱くなって、ここにね、苔が入ると思います。なので、定期的に取り出して洗わないと、ここだけね、苔がたくさんつきそうです。あと、まあ、S サイズはちょっと長さが短いので、今もうここね、ソイルここにあるんですけど、これぐらい空いてるんですよ。ちょっとね、長さが足りないね。全体像としてはこんな感じ。立ち上げてから一回もトリミングをしていないです。普通はね、2週間とかで水面に到達して、こうトリミングしたりするんですけど、今ね、何もやってないんですけど、全然伸びてないです。だから明日から照明変えてみようかなと思います。今千尋の照明使ってるんですけど、これって波長がね、弱いんですよ。赤の波長が尖ってるんですね。青チョン、赤チョン、緑チョンみたいな感じで、波長の幅が狭い。ツインスターの場合は赤の波長が広いんですよ。でも色が黄色みかかってるんでね、私はこの千尋を買ったんですけど、そのツインスター 600SN を切り替えてみようかなと思います。水質は問題ないんで、もしそれでね、変わらなければ、リベラソイルの栄養がもう消えたってことになるんですけど、もし照明を変えて、ものすごくブワーって茂ったら、赤の波長が大事だってことはわかりますよね。こんな感じで光合成はしてるんだよね。この葉っぱから細かい気泡が出てます。このロタラからもね、ボコ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 気泡は出てるんですけども、全く成長がしない。ウォーターバコバもね、全然水中用出せないです。もうなんか緑色の苔がたくさん入ってます。ブゼファランドラも全然ダメだし、前傾層も萎縮してるっていう感じで。やっぱ照明じゃないかな。レディッシュは過労死で元気なんですけど、それでもね、スカスカなんですよ。密度がない。これもね、全然ダメだし、スカスカだよね。色もちょっと飛んでます。どうやら ADA が新しい照明出すみたいなんで、そのスペック次第ではそっちに変えようかなとも思ってます。というのも、千尋の照明ってね、確かに緑色を綺麗に映すんだけど、ちょっとね、緑色の葉っぱの光を反射すんだよね。わかるかな？ちょっとこう白っぽくなってるよね。これ別にね、白化してるわけじゃなくて、光を反射するんですよ。ADA の緑色の照明って、ちゃんとね、この緑色の光を反射させずに演出するんですね。
だから私は一番好きなんですけど、値段が7、8万するんで買えてないんです。ソーラー RGB の後継機が秋から冬にかけて出るようです。これ視聴者さんからの情報をいただきました。多分7、8万すると思うんですけど、めちゃくちゃ色綺麗だと思うんですよ。まだ発表されてはいないんだけど、ソーラー RGB って波長の幅が狭いんですよね。だけどめちゃくちゃすごく水草茂ってるんで、アマゾニア使えばいいのかな。もうほんとね、悩んでます。わからん。とりあえず照明を変えて様子を見て、ダメならばもうリセットします。今1秒 1.5 滴で出して、だいたいこれぐらいです。開封したてなので、まだこうでかい泡が出てますね。 2,3 日経てば馴染むと思います。あとすごく水草水素に合いますよね。このステンレスの主張が少ないです。エアチューブだとさ、こんな感じで、まあ黒いエアチューブでもいいかもわかんないですけど、やっぱりちょっと目立つんだよね。水草の主役の水槽だと、このエアチューブよりもこっちのステンレスの方がすごく綺麗でいいなと思うので、今回購入しました。でね、これはそんなめちゃくちゃ重くないです。だからね、水槽に引っ掛けて割れるってことはないです。あとこれすごくね、簡単でした。ここの取り替えがね。とりあえず今回はこの CO2 を変えてみました。そして明日からツインスタ 600SE に変えます。これでダメならアマゾニアで立ち上げます。そんな感じです。吹雪テトラ、はい、ということで、すぐに泡が出たので良かったです。安定感が抜群、プレートが外しやすい、ステンレスが水草水素に合うなど利点が多く使いやすい印象を受けました。水に馴染めば細かい泡を出してくれると思うので、おしゃれな水槽にしたい時は取り入れてもいいかもしれません。今日もご視聴ありがとうございました。この吹雪テトラチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証を行っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、AGWCO2 ディフューザー S、CO2 ディフューザー交換用プレート S の開放予備比較と検証でした。ありがとうございました。バイ。